おっししゃる大丈夫でしょうか <music> 1985年にお生まれになり広島県ご出身の綾瀬さん2004年に放送された連続ドラマ「世界の中心で愛を叫ぶ」のヒロインで注目され以降数多くのドラマや映画にご出演されています 2013年には八重の桜で NHK 大河ドラマ初出演初主演2015年に公開された主演映画「海町ダイアリー」では数多くの映画賞を受賞されました受賞された喜びをお聞かせください VogueJapan20、はいえー、周年本当におめでとうございますそしてこのような節目の年に、えー、特別な賞をいただき大変嬉しく思いますありがとうございます これからもあの女性としてそして人として、えー、楽しくそして丁寧にあの人生を歩んでいきたいなと思ってます本日は本当にありがとうございましたおめでとうございます皆様綾瀬遥香さんに盛大な拍手をお願いいたしますありがとうございましたおめでとうございます20歳の自分に今メッセージを送るとしたらどんなことを伝えたいですか 私たちの自分へですよね。はい、はい、そうですね。こうその時なりのなんや。なんかこう気負いとか緊張とかあったと思うんですけども、も、うん、まあ全力で取り組みつつ。でももう楽しんでって言いたいです。あ、もう全力でやっていいんだよ。っていう結構いえ楽しんでって言いたい。<laughs> 楽しんでいいんだよっていうことですね。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs>